ちは、こんばんは、おはようございます。ジーンズ大和向山店しげです。今回はまたまたやってまいりました、スタンプ2倍デーのお知らせでございます。今回のスタンプ2倍デー、向山店限定なんですけれども、8月の3日土曜日と8月の4日日曜日、2日間のスペシャルスタンプ2倍デーとなっております。ぜひぜひ皆様お越しくださいませ。お待ちしております。スタンプを2倍にするには LINE と Instagram フォローしていただく形になります。その場ですぐにご登録もできますし、すでにご登録のお客様ももちろん2倍になりますので、ぜひぜひお越しください。そこで今回私しげがおすすめする商品はこちらでございます。 FOB ファクトリーの G ジャンとジーンズでございます。このクソ暑いのに何を言っているんだと思うかもしれませんが、私映っていない、これ桃太郎ジーンズのスリムテーパードお気に入りでめちゃくちゃ履いております。あ、もうね、これね、桃太郎はね、色がすごい濃いんでなかなか変化が出ないのですが、ちょっとこの暑い中履くのが楽しくなってきました。地道に頑張ってますので、皆様温かく見守ってください。よろしくお願いします。じゃあね、そんなことはどうでもいいんで、こちら FOB ファクトリーさんの G ジャンのご説明からいきますよ。これはね、ファーストモデル、G ジャンの原点ともいえるデザインですね。なんでそれこれが原点かと言いますと、リーバイスの一番最初のモデルがこのファーストなんですね。もともと G ジャンってファースト、セカンド、サード、フォースって4種類あるんですけれども、それの一番最初のモデルになっております。ここのね、センターのところが両方プリーツになっていて、左側にポケットが1つついている、この辺がね、ファーストモデルですね。で、背中にはバックシンジ尾状がついてますね、はい、これがセカンドになるとポケット2つになって、ここが尾状じゃなくてここにボタンがつく形になりますね。そうやって進化していっている形なんですが、こちらは、506XX なので、リーバイスのファーストモデルを元に日本人の体型に合わせて作られておりますので、綺麗に着ていただくことができます。はい、オリジナルのボタンですね、スチール製のオリジナルのボタンと肉厚のこの革パッチ、これは瀬戸大橋じゃないって言ってましたね、お客様とメーカーを結ぶ橋みたいな感じでしたっけ、確か、はい、架空の橋でございます。素材がですね、こだわって作られております。ここのね、紙見てもらうと G3 って書いてあるんですけど、ビッグジョンさんでもおなじみ、トヨタ GL3 という旧式力織機を使っておられている生地を使用しております。旧式なのですごく扱いが難しいんですよ。熟練した職人さんじゃないと動かせないですし、もちろんもう部品はないので、過去の同じトヨタ GL3 を使えないやつをそこから部品を使ってきてメンテナンスしているので、もうね、それが壊れてしまったらもう作れないという商品になっております。ゆっくりゆっくり時間をかけて織り上げるので、独特の風合いになってますね。このポコポコ感というんですかね、ざらつきっていうんですかね、これよく見えますね、はい、が特徴のジーンズでございます。素材がアメリカ USA コットン、スーピマコットンという、繊維が長い長長綿っていうのかな、綿でいうと高級になる綿を使っているんですけれども、そちらを使っていて、ゆっくりゆっくり織り上げられております。こうなんていうのかな、これざらつき感があってポコポコしていて、このところどころね、白いネップみたいなのが出たりするんで、これも味があってとっても無骨ないい表情ですね。でこれはね、14オンス、そこまで厚すぎず薄すぎず、はい、しっかりジーンズになっておりますので、はい、着心地はとってもいいと思います。意外とね、柔らかいです。ざらつきはもちろんあるんですけど、肌なじみはとってもいいと思います、はい、
こちらと同じ素材で作られております。スリムテーパード、こちらもございますね。もうね、どうせ暑いんだからセットアップしちゃいませんか。あ、もちろんもうね、上を着ろとは言いませんけれども、あの欲しい時期にはなくなってしまうので、ぜひぜひ今からゲットしていただいてもいいかなと思います。はい、岡山のブランドです。 FOB ファクトリーさん、3年後5年後10年後、もうね、おそらくその頃にはもうこの生地は作ることができないと言われています。そのために今できる最高の商品ですね。はい、今だからできる商品を、提供してくれているブランドになります。とてもシンプルで長く愛用することを目的として作られているメーカーになりますので、本当に長く履くことができます ね、まあ、ねジーンズは本当に10年全然履けちゃうと思いますので、あの一緒に経年変化楽しんでいただいて、もちろんこういう流行りしたりそんなにないので、あのお父さんから息子へ、お母さんから娘へとかいう感じで、あの受け継いでもらってもいいかなと思います。はい、ぜひぜひ長く愛用していただける商品を、あのお得にゲットできるチャンスになっております。このスタンプ2枚でぜひぜひお越しくださいませ。お待ちしております。このスタンプ2枚ではですね、あの久々に大和子、覚えてますか、大和子開催いたします。あの店内ちょうどこちらですね、この奥の奥なんですけど、この奥側に、クラフト系の作家さんたち、雑貨屋さんですね、まあ、店内で涼しいところで見てもらえて、キッチンカーは駐車場の方になりますので、ぜひぜひそちらも合わせてお楽しみくださいませ。お待ちしております。あとですね、あれだ、デニコン、お待たせいたしました。デニコンの受賞者の発表もその日にしようかなと思いますので、ぜひぜひお越しください。お待ちしております。今回は以上でございます。365日ジーンズで遊ぼう、大和で遊ぼうをご覧いただきありがとうございます。インスタグラム、オンラインストアもよろしくお願いいたします。毎週木曜日かほぼ金曜日ですけれども、ヒデ店長とインスタライブ開催しております。のらりくらりやっておりますので、そちらもぜひご覧ください。それではお待ちしております。